万川端貸してくれ。7回同点にし満塁で代打川端。川端打ちすぎやろ。代打成績エグすぎて草。なんやこのチートな成績。このおっさん成績ヤバすぎやろ。あかん怖くて見れん。きっちり2点タイムリー。ああ。やば。まあそうなるわな。ああ負けましたわ。やっぱり代打川端って神だわ。川端慎吾やん。三中川端、三中ヘルニア。もう2軍の誰かの腰を川端に移植してくれ。いとまさ負けるんか。甲子園連勝もストップやな、お疲れ。いとまさは悪くない打線がクソなだけ。マジで最強の代打だろ。川端みたいな代打勝ちで阪神に腰はマジで代打が終わっとるんよな。阪神は9回ノーアウト1・2塁で代打渡辺亮。すまん川端貸してくれ。投げよ頼むわ。今から川端だけは両方で使えるルールに変えへん。きっちりゲッツー。最悪や。さすが直球試合破壊王子。これもうエゴシーかやろ。立浪バントさせればよかったのに。何が直球破壊王子やねん。制作破壊王子。川端くれや。